塩原温泉にたどり着きます。古くより訪れる人々の心と体を癒してきた町塩原、塩原を愛するみんなの合言葉、塩原プラスラブで塩原ラブ。はい、久しぶり、トムです。今日はね、何をしに来たかというと、あの名番組塩原部をなんかね、復活させようという若いあんちゃん姉ちゃんたちが頑張ってるっていうことで、ちょっと現場を覗きに来ました。何、これ何、リーダーは誰なの？リーダーありがとうございます。リーダーです。塩原部塩原部政策委員会委員会のリーダーの松本です。よろしくお願いします。なんで復活させようと思ったんですか？はい、塩原の魅力を伝える名番組塩原部がこのまま、まあ、YouTube に上がってるのはよく見てたんですけれども、このまま誰も続けないのはもったいなさすぎると思い、ここは私が塩原大好きなものでやってみようと思って、みんなにやってみたいってお話をしてたら、こういう機会をいただけたので、ぜひみんな見てください。ほう、そして、はい、君島です。こんにちは。なんでしょう、私はあのやってみたいという思いをいろんな人につないだだけなんですけれども、今回こういう風な形になって実現することができたのは大変嬉しく思います。ありがとうございます。はい、だいたいあれだよね、私は何もしてないとかっていう人は結構してんだよね。で、何このネクタイと、ネクタイと発表して、ね、なんかこれまだね、顔映ってないんだけどね。多分この状態見るとみんなすげえ人だろうなと思ってるんだけど、誰だって思っちゃいますね。せーの、ドン。はい、塩原温泉の松風堂松屋で働いてます、山口翼と申します。よろしくお願いいたします。はい、そしてこの、久しぶりに見たけど、誰？塩原高原大根のフロフキンちゃんです。今誰喋ってたの？そうか、まだ明かせないんだ。ということで、何かね、こう制作が進んでるみたいなんで、ちょっと期待してください。ご覧のように、那須塩原インターネットテレビのあの番組、塩原ラブが復活して活動を始めています。初代の塩原ラブを、まあ、どこまでこう組んでくれるのか、またどれぐらい超えていってくれるのかっていうのを、まあ、塩原ラブの前の番組からこう制作側のね、担当として関わってきた立場から、まあ、いろいろこう不安と期待が山ほどあるわけですよ。今回は若返ったメンバーにこうアドバイスするというような形でこう関わらせていただいて、アドバイスも出した方が良い部分と出さない方が良い部分ってとってもこうね、難しいじゃないですか。しかも若返ったメンバーっていうのが、こう一人はまあ挨拶したり顔は知ってますけど、他のメンバーはもう全くの初対面で、やはりこの四捨五入還暦の私としては、もう年齢的に半分ぐらいのね、人たちが集まって話しているのを聞いても、もう言葉が通じない部分もあるわけで、どうやってこうコミュニケーション取ったらいいのかななんていう部分から心配してました。でも始めてみてすぐに分かりました。そんな心配何も必要なかったんだって。まあ、フロフキンちゃん久々のね、こうカメラの前に登場してきて、もうだからね、全部忘れちゃってるわけですよ、動き方。これ現場にいる人じゃないと想像つかないと思うんですけど、フロフキンちゃんが普通にこう動いてるつもりが、カメラに撮ってみるとすごく不自然なんですね。普通の速さでこう手を動かすとおかしい、こうシュッと出手を下げるだけ、こう話なんかしていてスッと下げる、そのスピードさえもおかしく見えるんです。
それで撮影用のカメラじゃなくてもう一個ね、サブの方のビデオカメラ持ってってたんで、それでこうちょっとオープニングの練習風景を撮ってこう見せたんですね。そしたらばもうすぐに気がついてくれて、あれこれおかしいんだっていうのを、そしたらばこう若いメンバーがみんなで集まって、あ、こここうだよね、こうもっと左左、あ、ちょっと行き過ぎとか、もうちょっと上じゃないとおかしい、目線の位置とかこうね、頭の傾き具合なんていうのもね、もうみんなしてワイワイ解決してるんですよ。それね、あの不老金ちゃんが初めて登場した5、6年ぐらい前に我々も全く同じようなことをスタジオでやってたんです。もうそんな姿見せられちゃったらば、もう心配なんかね必要ないっていうのはわかります。それとあのリーダーの松本さんが初代の塩原部本当にたくさん見てこう研究してきたんだなっていうのがね、あのよくわかりました。カメラの前で話している姿を見てて、あれこれ初代のあの光一さんっていうねパーソナリティがいたんですけど、あれこれ光一さんそっくりのこうなんていうんだろう、雰囲気というかこの手の動かし方とかが、あ、すげえ似てるなっていうところが、これ無理してやってるとかじゃなくて、本当にパーソナリティの松本さんがね、初代の光一さんもう憧れなんですよって言ってたけど、本当にそのモノマネとかじゃなくて憧れてるから自然にそうなっちゃうんだなっていうのがね、わかる、もう見ててわかりました。でもね、それでもちゃんとメンバーさん全員一人一人が自分のものを持ってるというか、例えば初代の塩原部があったから復活って言って全くこうモノマネしちゃえばどうにかなるわけですよね。でもただのモノマネじゃなくて、ちゃんとねこう自分の目で自分の意見で何かをこう伝えたいっていうことが、もうそれぞれみんなメンバーが持ってるんで、これねちょっと面白くなっていくのかなと思います。もちろんね、我々那須塩原インターネットテレビってあのボランティアグループがこうスタートなんで、あの本業が終わって、もう終わってすぐにもうダッシュでね、その収録場所に駆けつけたなんていうメンバーもいるぐらいで、だからプロじゃないんですよ。だからやっぱりどうしてもこう長い目で見てくださいっていう部分もあると思うんですけども、もうそんなことをあの通り越して面白いものになっていくんだろうなという予感はあります。そしてそしてって、でも本当にそしてばっかりなんだけど、あのそしてこの塩原部っていう番組がこう世代交代を上手にできたっていうこと、それ自体はもっと大きな意味を持つんじゃないかと思うんですね。実際にこの舞台となっている塩原温泉っていうところも、やはり世代交代とかで今ね、若い人たちがこうどんどん活発に動き始まってる時なんですよ。そんなチャンスなんで、やはりここがあの初代の塩原部のこうただのモノマネだったとか、あの我々のこうね、一つ上というかこう親父世代が全部こう何かを押し付けて若い人たちが動いてるっていうんじゃない姿を、こう若い人たちが本当の姿でこうやりたいことをやり始まったっていうところをこう見せられれば、見せてくれれば面白いかなと思います。それでは これで番組結びたいと思います。塩原を愛するみんなの合言葉、塩原プラスラブで、せーの、塩原ラブ、バイバーイ。どうでしょうみたいなノリになったけど大丈夫か、いろんなものが出てきたねさて今撮影が終わったみたいだぞ、どうでした？緊張しました。でも楽しかったです。ぜひみんなに見てほしいなと思うのができたと思う、できました。いかがでしょう緊張した松本さんを見るのが緊張しました噛みまくりの松本さんが面白かったですとっても緊張しましたが、あの塩原の PR をすることができたので良かったと思います。おー、締めましょう。やばい、パーソナリティの危機かもしみんな見てね、はい、ということで公開までお待ちください。